したがってガンバはそこにチャンスシーンは生まれそうということですね。取ればチャンスですよね、はい、早いリスタート、抜け出した、ファインド、キーパーと1対1かわす、シュート、先制ゴール、またもやジュビロキラー、ファンミジョの先制ゴール、ガンバ大阪。一瞬ですね今のは。ホームで先制しましたガンバ大阪。ここですよ ねよく粘りました。はい、これファウルだってですか、ね、レオノセリスタートして、いやよくこれは決めましたね、はい、あそこ最後ちょっとね桜内に来られたんですが倒れるかなと思ったんですけどね、はい、ああいうところでバランスを崩さないのがファンミジョです。あれファールで止まってたんですかね、小野瀬選手。